英単語覚えても読めんやないか。カサニマロ、カサニマロ。二人組教育系 YouTuber、カサニマロ。せーの、カサニマロ。はい、ということで、ひどい入りでしたけどね。どうもこんにちは、弁当と申します。今日はですね、英単語覚えてももう全然読めんぞという人向けのね、動画になっております。ということでね、今日も半沢もベーベーって説明していきます。まずですね、単語の話からしていきましょう。単語自体はですね、まず 5% 以上知らない単語が、まあその長文中にあるとですね、そもそも読めません、読めない。で、じゃあどうすればいいかっていう話なんですけれども、もう単語を勉強するしかないんですよね。もう 5% 未満に抑えるっていうのがまず大前提です。で、共通テストとかで求められるような、ああいう結構スピーディーな読みとかってあるじゃないですか。あの場合はですね、3% 以上知らない単語があると、これもですね、速読はできないっていう状態になるわけなんですよ。なので、まずは単語を勉強しましょうっていうことになります。じゃあ、日本語訳全部わかるんですって。ね、2% ぐらいですよ、俺が知らない単語。固有名詞を除いてね、という場合です。そういう場合どうすればいいかっていうと、古典的条件付きの理論で言うとですね、結局、古典的条件付きとかいいわ。英語、日本語、概念っていう風に辿ると、2倍時間かかるんですよ。矢印の数2つやから。で、例えば、何でもいいんですけど、persist、固執するですね。で、persist、固執する、っていう風になると、むずいじゃないですか。だから、persist っていう風にやれたら、まず音の響き的に、もう、purr っていうのが、こう、前に広がるイメージですよね。で、sist っていうのは、なんか知らんけど、こう、鋭い感じするじゃないですか。だから僕、固執するっていうのと、persist のイメージ、若干違うんですよね。で、なんでかっていうと、僕適当に、日本語訳適当に覚えてるんで、なんか、pearl はこんな感じで、sist はこんな感じやわ、みたいな風に覚えてるんですよ。で、実際その方が多分、早いです。で、そのイメージが合ってるかどうかとかどうでもいいんですよ。読めたらいいんだから。なんで、英語概念っていう風に、もう概念に結びつけちゃってください。で、そこでですね、方法がですね、2つあるわけなんですよ。まあ一応書きましょうか。英語概念っていう風にいけたら強いよねって感じです。で、方法2つありまして、語源学んでください。語源を学ぶっていうのが一つですね。で、語源を学ぶことで、さっきの P は広がるっていう感じやなとか、プレっていう風にやれたら前やなとか、ね。なんか、そういう風に、セット時とか設備時とか、そういうのを勉強すると、いいと思います。だから語源っていうか、セット時、設備時とかっていうのがね、おすすめなわけですよ。で、二つ目ですね。二つ目に関しては、イメージしながら覚えるってことですね。イメージしながら覚える。はい。なので、もうこれ結構簡単なやり方ですけども、ただ、単語をインプットするときにもイメージしながら覚えれば、それで OK ということなんですよ。やらないよりはマシです、全然。で、僕、1秒1単語勉強法っていうのをやってるんですけど、あれもイメージしながらやれるとより強いと思います。で、最初の方は多分、英語、日本語っていう1対1対応関係しかできないと思うんですけど、あれ繰り返して、ペンキのようにやっていけば、そのうちイメージもなんかそのうち湧くようになるので、日本語を追っかけるときは、日本語のイメージもね、理解するようにしてください。で、なおかつ、英語の、スペリングと、P はこんな感じ、T はこんな感じ、A はこんな感じで、E はこんな感じっていう風なのを、自分なりにね、ルールを作るといいというふうに思います。で、じゃあ、この単語に頼らないですね、方法ということで2つ、紹介していきましょう。例文、それからフレーズね、語と暗記。まあ、これは高校1年生、2年生向けの話になってくるのかなというふうに思うんですけど、まあ、そもそも例文で暗記しといた方がいいです。要は、単語って、その単語一つだけで一義的に意味決まらないんですよ。前後関係とか文脈でもって、意味の圧縮が起きて、これに、これやっていう風に一義的に決まるわけなので、例文とかフレーズで覚える方がいいです。だからプリーストとチャーチを、別個で覚えても覚えらんないんですよ。で、覚えらんないな、この単語っていうのがあったら、priest in the church。priest in the church っていう風に言うと、教会にいる、聖職者みたいな感じで言うじゃないですか。で、聖職者なんていう単語わかんなくていいじゃん。しかもそれってさ。和訳問題が出ない限り。priest in the church で、priest 忘れましたってなったら、チャーチの中におるやつやな。教会の中におるやつやな。で、逆に、priest in the church の priest が分かると、聖職者ってのは分かるんだけど、church が分からんなってなったら、priest in the church やから priest、教会みたいなやつかっていう風になるじゃないですか。っていう感じで、例文とかフレーズごと暗記っていうのが一つおすすめ。で、とはいえですね、高校3年生がこれできるかって言ったらなかなか難しいわけですよ。なので、長文はですね、
ひたすら何回もやってくださいということで、長文を簡単めのものに設定する、これおすすめですね。長文簡単めなものに設定してください。簡単めのやつを多読することによって英語を英語で、ね、読めるようになってきます。で、というのがありますね。そんなもんでしょうか。ということで、英語をですね、勉強する上での、まあ、コツということでお話しさせていただきました。単語覚えてもね、読めない方が、まあ、多少いると思いますので、そういう方の助けになれたらいいなぁ、なんて思っております。それじゃあですね、終わりましょう。ありがとうございました。